スマステーションは、テレビ朝日系列で2001年10月13日から2017年9月23日まで、土曜日夜に生放送されていた、情報、共用バラエティ番組である。放送ごとに、スマタイムズというフリーペーパーも発行。2017年4月22日から、最終回までの放送時間は、毎週土曜日23時5分23時59分。 日本や世界の情報を幅広く取り上げる共用番組である。メイン司会はカトリシンゴで派手、近未来的なデザイン演出など若年層や女性にも受け入れられるようにしている。CM 直前には必ず CM まで5秒前のカウントダウンもある。当初はテロップはリアルタイムで入力していた。普段はテレビ朝日第三スタジオを使用。テーマ曲は 服部とり作曲のオルオルマカに内容変更を繰り返しているが、番組内で使用される BGM や、シンキングタイムの BGM は、当初から使用されている。2001年10月の番組開始時には、スマステーションであったが、2002年10月から、スマステーション -2、2003年10月から、スマステーション -3 と、年ごとに、 番組名を変更していた。だが、スマステーションマイナス6を最後に2007年1月からは当初のスマステーションに戻している。なお、番組のシーズン制形式のタイトルではなくなったが2016年からは番組の画面左上に表示されるアナログ時計にうっすら放送年数を表示している。また、開始当初の丸に SS のマークが ナチス親衛隊の SS 符号を連想させることから番組開始から数週間後に現在のマークに改められた。通常、ゲストが登場後にカトリが、さあ、今夜はさんをお迎えして六本家のテレビ朝日からもちろん生放送です。と言って特集内容の予告した後に CM に入る。改変期や 年末年始は休止し、単発特番を行うか、局によっては、他の番組を放送した。2016年までは、全国高等学校野球選手権大会がある場合、熱闘甲子園が放送されるため、放送が30分遅れた。放送開始から2006年まで高畑修太が、総合演出を担当。他番組では、おおよそ特集されないような事柄、 人物を取り上げることが多かった。その多くはカトリが興味を持っている事柄やスマップが行っている仕事に関することが多かった。それは他局でも関係なく他局の映像も多く使い放送すべてを他局の番組の特集に当てた回も多かった。また、カトリが別の仕事で地方や海外にいる時もその場で必ず生放送を行っていた。 2007年以降高畑が総合演出を去り一般的な情報番組となりそれまで言っていた他局番組の特集も2007年半ばでなくなったまた生放送もカトリがスマップの全国ツアーなどで東京にいなければ休止事前収録にすることが多くなった2012年10月改編で 土曜ワイド劇場が15分拡大され21時23時6分の放送時間へと変更されることになったため、同月13日からの当番組は、15分繰り下がって23時15分翌0時9分の放送時間へと変更、浦スマに関しても同じく15分繰り下がり23時12分23時15分に変更した。これにより、 テレビ朝日の23時台の番組は、前曜日23時15分開始へと一旦移行、統一された。2014年4月からは、リアルタイム字幕放送を開始。2017年4月22日から、土曜20時54分21時54分に、新報道番組、サタデーステーションの放送開始並びに、土曜21時58分22時59分に、 こんなところにあるあるが、土曜、あるある晩餐会の開題、枠移動、拡大に伴い、土曜、プライムが終了するため、その後の時間帯である当番組の放送時間は23時5分23時59分に、繰り上がった。これに先立ち事前枠、浦すま、については、同月15日をもって終了した。司会のカトが所属していた、ジャニーズ事務所を退所したことから、 2017年9月23日をもって放送699回で番組が終了し16年にわたって放送された本シリーズが幕を下ろしたその後つなぎ番組を経て10月からの後枠には土曜ナイトドラマが16年ぶりに復活2001年10月13日から2002年9月21日に放送された開始当初は 香取慎吾と小宮恵子の新ニュース番組としてゲストを呼ばず二人のみで番組を進めた。第一回はカーブルからの生中継やステーションの先輩として当時ニュースステーションの司会をしていた久米博氏がテレビ電話出演するなど当初はニュース色の強い番組だった。香取は 司会でもニュースキャスターでもなく主役と番組での自らの位置づけについて話していた。しかし小宮が担当するスーパー J チャンネルなど報道番組に専念するという理由で2001年12月22日の放送を最後に番組を降板。毎回小宮にニュースキャスターにしては過激な衣装を着せていたことが 小宮の当時の事務所サイドの怒りを買ったためという説がある。香取についてもスケジュール上このスマステ開始により売れっ子とはいえ想定以上の激務になることからそれまでフジテレビ系レギュラー番組でロケ収録を行っていたサタスマを辞めている。2002年1月からは中継先ではなくスタジオにゲストが2組出演するようになるなど バラエティ要素が強くなっていった。小宮の公認には、次局の看板女性アナウンサーである、ワイド。スクランブル司会の大下陽子を、あえてシフト虫で起用し、最終回まで至る。テロ予告の歌手 ?2002 年10月5日から2003年9月6日に放送された。2003年10月4日から2004年9月18日に放送された。いきなり、 9月6日放送のスマステーション -2 のエンディングで香取慎吾がスマステーション -2 終わります。次回からはスマステーション -3 と発言。一つの段階が終了したためステップアップだと香取は言った。テレビ朝日、富士テレビ、史上初の生中継コラボ2004年10月16日から2005年9月24日に放送された。 近藤勇処刑前夜新選組大使大集結 SP ベラベラパーティーな差発潜入緊張の記者会見に挑むテレビ朝日日本テレビ2回目の生中継コラボスマップが国立に立った未知特別企画聖地国立霞ヶ丘競技場2005年10月8日から2006年9月23日に放送された世界の黒沢新県対談 北野武史、香取慎吾2006年10月14日から12月23日に放送された。2007年1月13日から番組終了の2017年9月23日まで。録画始まって3ヶ月しか経っていないにもかかわらず、この日からタイトルを当初と同じ、スマステーションに解題 カトリと大下に当日の特集にちなんだ曲少数のゲストを加えた数名で特集を主とした企画報道番組に近い形式の番組になった。また事前及び番組中に特集、ゲストに関する質問を電子メールで受け付けるようになった。またスタジオも模様替えし、まず今までカトリラの後ろに陣取っていた。 外国人女性タレントの集団が配され、さらに、今までテーブルがなかったスタジオに、丸テーブルが設置されて、それを囲む形で座って進行するようになった。なお、この回より、番組当初から演出を担当していた、高畑修太が去った。番組のカラーであったスタイリッシュさや、独特の特集などの高畑色が消え、より一般的な女性向け特集に変更され、どの特集も、 基本的にランキング形式で紹介されるようになった。最終回最終回当日の夜、青いスマステカラーにライトアップされた東京タワースマステーション初期のコーナーまだ番組内容がはっきりせず模索中であった頃の企画。日本テレビで毎年12月のクリスマス時期に放送される。 サンマスマップ、美女と野獣のクリスマススペシャルに出演しているカトリオその後23時から生放送のスマステーションマイナス3スペシャルに出演するため、スマステーションの放送が始まった2001年から実施されている、日本テレビの駐車場から大型バスなどでテレビ朝日の社屋へ輸送するという作戦である。この回は、 スマップメンバーの草薙が毎年出演している。またベラベラステーションは2002年から草薙だけは韓国語の問題がカトリなど他の出演者は通常通り英会話の問題が出されている。2005年はサンマスマップマイナスの放送が日曜日になったため輸送作戦は行われていない。2006年についてはサンマ スマップマイナスが土曜日放送に戻されたが、同日の土曜アイド劇場の30分拡大を受けて、スマステーションマイナス6自体の開始が23時30分に繰り下げられたため、サンマスマップマイナスが終了した後の約20分間の間にカトリがテレビ朝日へ移動した。よって輸送作戦は行われず、裏スマ以外は通常通りカトリが オープニングからテレビ朝日のスタジオに登場した。2007年は去年同様に土曜日放送で30分拡大になり、こちらも土曜アイド劇場の30分拡大で23時30分からの放送のため3年ぶりに行われた。22時57分23時23時12分23時15分に、ウラスマ、ウラスマ2、ウラスマ3、ウラスマ4。 ウラスマ5、ウラスマ6、ウラスマとして直前番組を放送していた。ただし、本編の放送は冒頭1分間であった。当初は関東地区のみの放送だったが、徐々にネット局を増やし、以下のつぼねでも放送していた。テレビ朝日の土曜日20時54分翌1時枠の大改編に伴い、全局2017年4月15日をもって、 終了となった。番組から発行される、フリーペーパーで、全国の HMV、系列のテレビ局の本社、支社関連施設で配布される。また、裏表紙にはカトリが撮影した写真や、オリジナルロゴなどが印刷されていたこともあり、現在はカトリによる絵が掲載されている。また、その裏表紙は、スマステーション公式サイトにて公開されている。また、 その写真をまとめて、写真集としたのが、スナップのおしである。青森朝日放送、福島放送、瀬戸内海放送、広島ホームテレビは、番組 ED 時に、スマタイムズについての告知テロップを独自で出している。ありがとうございます。